はい、こんにちは、河村海沙です。本日はですね、これから千葉に向かっていこうと思います。久々の千葉です。湘南ばっかりいて、ちょっとサーフショップがオープンしましたので、ちょっと湘南にいることが多かったんですけど、今日はちょっと久々の定休日ということで、ちょっとフリーに千葉に行けるので、ちょっとやっとサーフィンをしていきたいと思います。で、後ろにデッドグークスのストックボードたちがあるので、これはちょっとお店の商品なので、また随時追加していくと思うので、その時はしっかり紹介していきたいと思うので、よろしくお願いします。というわけで、今から準備して行っていきたいと思います。はい、というわけで今日はルイ君と、はい、千葉北へ向かっていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。ちょっとね、秘密のボードを今日はゲットしてきたんで、はい、ちょっとそれをね、乗っていこうと思います。僕、はい、今日久々のサーフィンなんで、はい、すいません、今日朝寝坊して。全然大丈夫です。朝がボケ散らかしてるんで、ちょっと一回海入ってリセットしてリフレッシュしたいので、はい、ルイ君、撮影よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今日はですね、GF トラミサーファーズパーキングからお届けしております。あの、ニューモードも持ってきてちょっと紹介をしていきたいと思うんで、こちらですね、デッドグークスの新しいモデルですね。僕今回初めて乗るんですけど、インヤンっていうモデルで、テールが、まあ、フィッシュですね、フィッシュになっておりまして、今回見てください、見える？見えます。はい、チャンネルががっつりこう今触るとボコボコになるぐらい入ってるので、ちょっとこのモデルをテストしていきたいと思います。長さがですね、6-2 で、幅が20と8分の1、厚みが2と2分の1で、一応僕のサイズにしてもらってます。ストックボードとかはもうちょい厚くて幅も広くて、体重ある方には安心して乗れると思うんですけど、僕のサイズはこのサイズで、体重が今僕65から6ぐらいをこう行ったり来たりしてるぐらいなので、ちょっと今日これを初テストしてみて、フィードバックをしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでビーチにやってきたので海に行ってきたいと思います。フィンがですね、さっき紹介しなかったんですけど、今回はタイラーオーデンのフィンを、ツインフィンを使っていこうと思います。これ、あの、僕のお店リバービレッジでも売ってるんで、ぜひ持ってない方は、ツインフィン持ってる方ぜひゲットしてください。すごい調子いいんで、すごいしなってハイパフォーマンスな動きがやりやすいので、そういうのをやりたい方はぜひゲットしてください。この果たしてね、チャンネルと動きすぎちゃって合わないっていう可能性もあるんですけど、まあ、ちょっと今日このボード自体が初テスト、このモデルも初なので、インヤンのモデルずっと気になってたんで、今日はガラガラのブレーキが多いんで、多分パフォーマンスは発揮しやすいと思います。ただちょっとね、風が吹いてて面がガタガタしてるんで、ガタガタしてるとこの中を拾っちゃってね、ボードがバタつく可能性もあるんで、まあ、これまだ予想なんで、ちょっと乗ってみてね、フィードバックするのが一番いいと思うんで、行ってきます。よろしくお願いします、ルイ君。お願いします。さあ、海沙君1ラウンド目入水していきました。今ちょっと見えないんですけど、海沙君がつけているシンジケートの青いリーシュがリバービレッジでしかゲットできないそうなので、ぜひ皆さんゲットしてみてください。今日は千葉北に来てるんですけど、コンディションは風がちょっとサイドオンっていうか吹いてきちゃって、面がちょっとざわついてますね。まだそんなに強くはないんで、まだそこまでの影響は出てないんですけど、まあ、かなり波もこう割れにくいというか、ショルダーが張ってなくてダラダラしたような波なんで、かなり難しいコンディションにはなっております。まあ、あの、今日海沙君初テストということで、今1、2本乗ったんですけど、どうですかね、この風の影響で面もちょっとガタガタしてるんで、そういうところも見ていけたらいいです。はい、
おおおお、珍しくカイサ君がパーリングしましたね。かなり初ライドで手こずっているのでしょうか。超ロングライドしてます。今このかなり沖からずっと乗り繋いでましたね。今カイサ君何本か乗ったんですけど、かなり見た感じの印象は調子良さそうですね。なんかこの風の影響で突っかかったりしちゃうかなと思ったんですけど、やっぱりボトムターンとかもかなり伸びてるんでどうなんですかね。本人に聞いてみないと分かんないですけど、見た感じはそんなに初乗りにしてはかなり乗れてるというか、まあ、カイサ君が上手いからだと思うんですけど、かなり乗りこなしてますね。やっぱり自分のこう見た感じ、かなりボトムターンが伸びてて調子良さそうですね。トップの当て込みもかなりキレのあるリップしてたんで、このリップとかもかなり調子いいのかなっていう風に伺います。今日はかなり波数が少ないんで、波選びめちゃくちゃ重要ですね。セットも来てもショルダーがなくて全然ダメだったりとか、ちょっとセットを乗ればいいって感じでもなくて、本当にこうミドルでもたまにここって張ってる波が来るんで、そういうのとかを見極めながら今日は乗んないとなかなかアクションするのが難しいですね。1ラウンド目対策上がってきました。かなりボードに苦戦しているというより波がただ単に来ないっていう感じですね。かなりボードは見た感じ調子良さそうでした。お疲れ様です。お疲れ様です。とりあえずビーチが遠すぎる確かに引きすぎですね。干潮なんで、そうですね、まあ、ちょっとブレイクも遠くて結構沖で割れちゃうんですけど、見たはやばいかもしれない。調子良さそうですね。なんか秘めてる感じ初めて乗るからどんなんなんだろうと思ったけど全然いいですね。なんかここやっぱチャンネル入ってて、しかもテール割れててフィッシュになってるんで、抜けが抜群にいい。あーやっぱりからコントロール、ちゃんとコントロールできたらすげえ伸びてくる。ほんとショート乗ってるみたいな、後ろだけショートボードみたいな。前はやっぱボリュームあるから、あーなんかミッド系かなって思うんだけど、後ろの動きだけウィンって伸びるから、なんかリップとかもトップのアクションも調子良さそうだなと思って、結構抜けてるから、うーんすげえ、なんかボトムもドライブするから、なんか抜けちゃうのかなと思ったらすごいドライブする。で、なんもないスープセクションもこうやって立ってたら、パーって滑ってくから、超ロングライドしてます。ロングライドできるよね。はい、
立っててもいいしみたいな、初級者も OK だし上級者もマニューバーできるからやばいかもしれない。まだだってこれ1ラウンド目だから一発目ですか。一発目でこんだけフィーリングいいから、もう一回行ってきて、はい、もうちょい感触を確かめていきたい。お願いします。お願いします。さあ、カイサ君2ラウンド目入水していきます。まあ、さっきカイサ君も言ってたと思うんですけど、かなりもう調子いいと言ってたので、結構こう慣れてきたらもっとやばいライディング見せてくれるんじゃないかなと思います。めっちゃ繋いでます。あそこ走れんのみたいな、やばいっすね。高井沙君意味わかんないところ乗り繋いでましたね。絶対ショートだったらあそこ走れないっすね。しかも一発目二発目ぐらいのあのカットバックも、普通のショートボードとかだったら確実にターンできないところを、あの板だとかなりターン伸びてるんで調子良さそうですね。面白そうですね。いやまさかあのすね膝の波を繋いでくるとは思いませんでしたね。いやかなりあの板楽しいんじゃないですかね。おおほほ、いやガン決めしてますね。今の3発も全部ノートリムで当て込んでたんで、やばいですね。まあ、カイサ君のそのボードのこう対応力もめちゃくちゃすごいんですけど、まあ、それとボードの調子良さがまさに超マッチしてますね。いやあのボトムターンの伸びやっぱりすごいですね。まあ、なんかカイサ君も言ってたんですけど、トップのこうやっぱチャンネルとそのツインピンということもあって、かなりトップでのピンの抜けもいいそうなので、やっぱそのボトムターンの伸びと抜けがマッチして、かなりショートボードみたいなライディングしてますね。めちゃくちゃ楽しそうです。さすがですね、カイサ君。初テストのボード慣れるのめちゃくちゃ早いですね。まだ多分1時間もやってないんですけど、かなり決めてますね。今も4発ノートリムで決めてましたね。いやさすがの対応力ですね。風もかなり強くなってきた感じですね。ちょっと気温は高いんですけど、22、23度ぐらいあると思うんですけど、風が結構吹いてるんでちょっと肌寒いですね。でも天気は今日いいんで、かなり撮るのはちょうどいい気温ですね。いやでもカイサ君決めてますね。めちゃくちゃ調子良さそうです。
上がってきました。今のラストライドもかなり縦に最後リップしてましたね。かなりもう乗りこなしてますね。さすがです。そこを見てもらうとかなり浜が遠いですね。潮がかなり引いてるんでめちゃくちゃ遠いです。お疲れ様です。お疲れ様です。結構決めれたっす。いやかなり調子良さそうですね。調子いいよね。超決めてました。これやばいかもしれない。楽しいかも。今日なんかサーフィンするのがまず2週間近くやってなかったから乗れんのかなと思ってたけど、サーフィン楽しい。いやでも一人だけもう世界違います。超乗ってます。テイクオフもめっちゃ早い。そうです。なんかそれ乗れんのみたいなうねりも結構掴んでたんで。そうでしょ。ビデオ撮るの慌てるでしょ。はい。そこから行くのみたいな、はい、なるよ。わかる。めっちゃすげえ早い板が。もうコツは掴んだからあとはワックスちゃんと塗ってちゃんとポジションいいポジション乗って滑り出したらめっちゃ加速できるから。すごいねこれは。やばいっす、ね。やばいかもしれない。楽しそうです。いきなりお気に入りになった。まだ2ラウンドしかやってない。ピンもさ、やっぱこれ万能、どれでもいい。このタイラーオーレの曲線品やばいっす。調子いいですね。やっぱ俺シナルフィンが好きなんで、フレックスすごいこうやってしてくれるフィンの方がうまく力抜きながらライディングできるんでめちゃくちゃいいです。俺多分みんな欲しくなんじゃね。なっちゃいますね。今日結構波良くないよ。いやもうかなりもう言っちゃえばクソ波って感じですね。相当調子いいんでちょっともう3ラウンド目はもうちょっとなんか何も意識しないで楽しんできちゃおうかな。はい、ラストお願いします。お願いします。さあ、カイサ君ラストラウンド入水していきます。かなりボードも調子いいと言ってたのでかなり楽しそうですね。サーフィンが今日はもうかなり波はね全然良くないんですけど、やっぱあの板だからめちゃくちゃ乗れてるって感じです。本当にパドル速すぎてどの波に乗るのか分かんないですね。なんかもうほんとちっちゃいうねりでもテイクオフできるんでかなり油断できないですね。撮っててよそ見してるとバーって乗ってるんでかなり目を凝らして見てないと撮り逃しちゃいます。気をつけます。分かりましたか今のこの反則級のパドルの速さ。絶対そのうねり乗れないでしょみたいな波でも乗ってくるんでやばいっすね。速すぎです。いやでもかなりこの良くない波でも海賊のサーフィン楽しんでますね。やっぱこういうボードがあるとそのコンディションに合わせて楽しめるんでいいと思います。お乗ります。わあ、また決めました。いっぱいじゃないですね。いやマジで調子良さそうだな。もうなんかこの波もよく見えますもんね。実際入ったら全然良くないんですけどね。
風もさっきより多少また強くなって、なんか波も結構そのセットが来るタイミングでいきなり来たり、止まると全然来なかったりみたいな感じで、なかなか難しいですね。さっきよりも波がちょっと悪くなってるかなっていうイメージです。海佐くんラストラウンド上がってきました。最後はねかなり波が来なくなっちゃってあんまり乗れなかったんですけど、でも2ラウンド目とかかなり決めてたので、まあボードがめちゃくちゃ調子良さそうということは分かりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、まあ楽しみだっす。そうですね、波はちょっと最終的には来なくなっちゃったんですけど、やばいっすね。ラスト1本も相当スピードもすごい感じやすかったし、本当、はい、何にも力入れてない状態で全部ターンできるからすごい気持ちいい。いいと思います。お、乗ります。また決めました。このテールエリアがすごい軽い、もう足乗せてターンする時もすごいなんかこう滑らかに動いていくからやばいっす。言葉がないです。超楽しそうでした。楽しい。なんかこの波でこんだけ楽しめるってことは、確かに。ローワーズみたいなあの決まった波とかですっごい動きそうな感じする。だからなんかいろんな波やりたいです。いや超楽しかったです。ちょっと初めて乗ったけど、こんないいんだね。やばいですね。ちょっとウェーブ触ってみて。こんな、いや超深いですよね。そんなに深いよ。これ。めちゃくちゃ今日温床だったからダメかなと思ったけど、関係なかったっす。全然関係ない。僕の概念を全部引っ張ってくれたんで最高でした。やばいですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あとあのさっき言ったんですけど、あのリーシュ、あリーシュ、この青い、あこれね、これ僕のお店でしかないと思って、僕が独占したんでスポンサーのあのシンジケートのリーシュなんですけど、これあの僕のお店にいっぱいあるんでぜひ同じの使いたいと。この青がね結構目立って海でもいい感じに映えるので、ぜひ皆さん僕のお店でゲットしてください。ありがとうございます。はい、というわけでですね、今日は千葉北でデッドクークスの初インヤンセッション、しかもインヤンはインヤンでもチャンネルの入ったインヤンを乗らせてもらって、まあ、とてつもなくフィーリングが良くて、ちょっと湘南のねちっちゃい時であったりサイズある時もちょっとテストしてみて、でまたフィードバックしていきたいなっていうふうに思ってます。あのインヤンのチャンネル入りはサーフショップにも多分置いてあると思うんで、もう入ってきてると思うんで、まあ、もし気になる方はねぜひあのショップに来て直接見て買いたい方を選んでいただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、いいボードでねかなり自分のサーフィンが変わったりするので、一生もんだと思ってあの手に入れるのもいいと思うんで、よろしくお願いします。というわけでまた千葉あんま来れないですけど、時間が空いたらぜひまたサーフセッションやっていきたいと思うので、皆さんぜひチェックしてください。というわけで今日は見ていただきありがとうございました。レイ君お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした、ちょっとなんかスケートのボール滑ってましたけど。いやめちゃくちゃ楽しかったです。初めてボール滑ったんですけど、うん、結構なんかそのサイズもちょっとこうなんてできない人向けっていうか、うんうんうん、なんかこう自分ほんと滑るぐらいなんですけど、うん、なんかそれでも楽しめるようなやつと、もう一個でかいのがあったんですけど、多分そっちはスケーターの人が楽しめるみたいな、だからなんかサーファーも超楽しく
クルーズできるのかなって感じです。いいっすね、超最高でした。浅井もうまかったし、めっちゃうまかったっす。最高っすね、はい、ちょっとまた来ましょう。はい、お願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。